それでは富士ダイス株式会社様の会社説明を始めます本日は代表取締役社長春田義和様にお話をいただきますそれでは春田様どうぞよろしくお願いいたします、はい、皆様こんにちは富士ダイスの春田でございます本日はお忙しい中当社の会社説明会にご参加くださり誠にありがとうございます本日は こちらの次第に従って、えー、進めさせていただきたいと思っております。まずは、えー、事業概要と特徴、続きまして中期経営計画における成長戦略、株主還元と、えー、説明したいと思っております。では当社の事業概要と特徴について説明いたします。まずは、えー、初めに当社の会社のムービーがございますので、それをご覧ください。 今エネルギーや IOT 自動車業界など産業構造が大きく変化しています。この変化にどう対応するのか、企業にとって喫緊の課題となっています。1949年創業、70年以上の歴史を持つ富士大数株式会社。富士大数という社名は、電線やパイプなどを引き抜く大数という工具が語源。 今ではフジロイというブランド名で超光合金のさまざまな耐摩耗工具や金型へ展開している超光合金はダイヤモンドに次ぐ硬さで精度や強度耐久性が求められる分野では欠かせない素材だフジダイスは粉末原料から超光合金を製造そして加工まで一貫体制で行い 高い品質を実現超抗体摩耗工具では国内シェアおよそ3割とトップシェアを誇る対摩耗工具や金型は飲料管や自動車家電スマートフォン半導体医療機器など身近な分野でも使われているさまざまな業種業界に採用され 特定定の業界動向に影響されない安定性も強みだ会社の返還が進む中幸せな人を育てるという理念はそのままに事業を通じて広く社会に貢献することを目指している。 幸せな人を育てるという企業理念を大切にしながらも、産業の変化を革新につなげていくという企業姿勢が印象的でした。次世代に向けた今後の展開が楽しみです。先ほどの動画で説明がありましたが、当社は今年75年目を迎えます。ものづくりに必要な金型や工具などの 超,耐摩,耗工具超硬耐摩耗工具で30%以上のシェアを誇る、えー、トップメーカーです。耐摩耗工具とは、金属などに力を加えて形を作る、加工に用いられる工具のことです。えー、切りくずを出さないという意味では、環境に優しい工具と言えるのではないでしょうか。摩耗に強いことが求められるため、超耕合金が、えー、必要な材料として適しております。 当社はこの長考金型工具の素材開発力精密加工技術に強みを持ち国内のみならず海外に拠点海外2拠点の生産拠点を持ち5か国に営業拠点を展開しております営業従業員数はグループで約1100人ほどです当社は企業理念として先ほどもありました通り 事業を通じて広く社会に貢献し、幸せな人を育てる、人間尊重、人間中心の経営を掲げており、ここの長期ビジョンにもございます通り、世界のものづくりのリーディングカンパニー、品性ある企業グループ並びに企業人を掲げ、持続的な成長を目指しております。ここで改めて、超高合金について簡単にご説明させていただきたいと思います。 超硬合金は高耐熱性のタングステンやチタンなどを粘り強さの大きいコバルトやニッケルなどの金属を結合材として焼き固める粉末焼金法という製造方法で作る文字通りまあ硬い合金のことです。超硬合金で作る工具金型はこの上の図で表してありますとおで工業生産される金属材料の まあ一番の中心であります。鋼を上回っております。え、若干あのセラミックスより小さえっと下回るという形にはなってますけれども、非常に広い範囲で工業製品の製造過程に用いられております。えー、こうした工具を使ってえ、世の中に生み出されているものとしては自動自動車の各種部品、飲料缶、カメラレンズ、鉄道架線や タイヤ、エアコンインフラ整備のものとかあと人工ダイヤモンドみたいなものもございますものづくりの企業の製品に命を引き込む存在であることから当社はこれを生命工具と呼んでおります。当社が製造している代表的な製品例です 当社が作っているものはダイスプラグだったりロールですがそれが成形部材としてパイプだったり洗剤だったり異形管四角い形のパイプですねそうしたものが出来上がって最終的には右側に示されている通りタイヤでしたりエアコンでしたり鉄道の架線とかインフラの設備に使われるというようなところです。 また他にもございましてこれは飲料管とか光学素子を製造する金型についてです。製造缶缶はビールですすとか飲料になります光学素子の方は今使われてますスマートフォンのレンズですとかカメラのレンズあと監視カメラ等に利用されております。続きまして高圧工具ですかね。 これは高圧すみません単造用の工具金型です。単造金型というのは自動車の部品になるケースがええと多くございます。また高圧工具というのはこれは人工ダイヤモンドをの新素材を人工ダイヤモンドを作ったり、まあ新素材を開発したりと、まああの地球物理学研究にも使われていると伺っております。当社の特徴特徴です。 四つの大きな特徴があります。一つ目は、トッ業界シェア30%というトップシェアを長年にわたって維持していることです。二つ目は、当社は開発力と技術力と営業力これを掛け合わせて競争力の源泉としています。三密一体となった競争力であの非常にいろんなところからお客様と取引をすることができるようになっております。三つ目ですけれども。 今までの製造の過程で説明申し上げましたとおり、えー、粉末夜勤技術と超精密加工技術とこの2つがコアな技術です。そして、えっと、今まで築、えー、いてきたこの創業以来の黒字経営で、まあ、基本的に安定した経営ができているということで、えー、不況などにも十分な対応力はあります。 ではあの調光工具とはどういう、えー、とマーケットかというところなんですけれども調光工具の日本市場は、まあ、昨年度、えー、日本機械工具工業会に所属,所属しておりますけれども約5000億と言われておりますでもた,ただし私どもが、えー、とその中で対応できるのは約78%の耐摩耗工具というところです切削工具という、まあ、約10 90%のところは我々の マーケットではなくてですね大麻盲というニッチなところのマーケットを狙ってその中で30%のシェアを占、えーえー、めているというところで業界大麻盲工具の中ではトップということで、えー、日時お客様に製品をお届けしております。当社がこの大麻盲工具で 30%強を堅持できているのは技術力もそうですけれどもお客様にあの付加価値を通してお渡しできているという形で値段があの業界の平均の34倍ということで素材を少し加工した形でお渡しできているところが強みだと考えております実際に次のページに行きますけれどもそうした、えっと、当社みたいな会社というのは えっと、一部上場でしたり大,きな大手の会社様は、えっと、基本的にあのいらっしゃらなくてどちらかというと切削の方に競合が多くありましてございましてあの私どもの方のイマモ工具は、まあ、我が社は、えっと、大,大手とあとはここ,のここには出てないですけれども、えー、中小の会社と、えー、日夜あの競争しているというところでございます。 付加価値が高い完成品を販売するために当社は受注生産直販体制を取っております、えー、原料粉末の調整焼結、機械加工製品検査まで一貫生産,一貫生産する体制で、まあ、幅広い業種の約3,000社とを取り引きさせていただいていると、まあ、特定の業界のに影響されない安定性が強みだということです。 一貫生,生産体制と言います申し上げますが、えー、基本的には受注設計金属の原料を調整する調粉金属の粉末を金型に入れ、えー、圧縮して固めて高温で焼結する焼き、えー、その出来上がった焼きの素材を超精密に加工する製造の工程がございます。えー、当社のの高度な技技術術とこの加工技術によって、 まざーーますまたこうした技術を誇っていられるのを毎年材料の開発ですとか機械加工で新しいことに取り組んでおりまして2023年度は日本機械工業会賞最高栄誉の技術功績大賞を受賞することができました。 また、えっと、環境にも優しいというところで取り組みしてきたおかげで協会の中ですけれども特別え環境特別表というのを同時に受賞できました,とまたレアメタル使用量を9割削減した、まあ、サステロイですというえ材料が2023年度超ものづくり部品大賞において奨励賞を受賞したりしております。 これはこの今年1月に日韓工業新聞社主催の2023年第66回重大新製品賞においてものづくり賞を受賞した時の、えー、パンフレットです。えー、これから、えー、私どもの拠点ネットワークですけれども、えー、国内には生産拠点が7カ所営業拠点が10カ所。 お客様との強固なネットワークを構築しています海外ですけれども5カ国に拠点がございます製造・営業を合わせて持っているのがタイとインドネシア営業拠点として動いているのは中国・マレーシア・インドでございます昨年タイは11月に設立20周年を迎えましてまだまだ元気に継続しております また今年の3月1日に中国に新しい子会社東岸に東岸文工市という営業所を拡大しました河南エリアというのは電子部品や自動車大手メーカーが集積しておりまして、まあ、上海からではなかなか、えっと、遠かったのでえここに東岸に文工市を作ることで さらなる売上拡大を目指していきたいと考えております。続きまして、この創業以来の黒字経営を継続してきたというあの姿がここに出てきておりますけれども、リーマンショックやコロナ禍を乗り越え、まあ基本的には黒字経営を続けていられるっております。また、あの上場前はなるべく無借金でやっていくと。 いうことを目標にしてきたもので、自己資本比率は高く70%を超えて、ま手元にまあ資金も少ないとは言えないぐらい、まそこそこを持っているので、まあ堅固な財政基盤と言って問題ないのではないでしょうか。ここからは中期経営計画における成長戦略についてご説明差し上げたいと思います。 こちらは中期経営計画の内容と進捗に加え2027年3月期に設定したターゲットの数値を示したものになります。ちょっとごちゃごちゃしてて数字が分かりにくいですけれどもフェーズ1の1年目2年目というのは非常に順調に売上目標を達成してきましたけれども今期は連結売上高170億円。 営業利益14億9千万円の当初計画をここに上のところに記載されてますとおり165億円営業利益8.3億円に修正せざるを得ない状況になっております。あの自動車部品の関連の方々の客先での在庫調整が進んでおりますので来期には何とか挽回していい数字で業績を上げていきたいと。 いう,ふうに考えております中期経営計画の大きな4つの柱がここに書かれてございます。筋肉質な企業体質への転換と低成長時代においても持続的に成長し続けるための成長基盤の構築これが一番重要だということでこの4つを掲げました。1つ目は 自分たちの大切としている事業の部分の生産性向上業務効率化によってさらなる利益を生み出そうということです二番目の次世代自動車のへの対応というのはこれからの変化していくマーケットに対して私どもも変えていかなければいけないという意気込みで新しいものに挑戦するというところでこうしたものをしています丸三番目の新成長エンジンの創出ですけれども今までのこれ 超高対魔網工具1本で専業でやってまいりましたけれどもここに周辺の力の出せそうなところを探してさらなるエンジンを追加していきたいそれが3番4番だと思いますけれども海外事業ももっともっと増やしていきたいというふうに考えてこの4つをコンセプトといたしました。1つ目の 重点施策の生産性向上と業務効率ですけれども原価低減のモデル工場として生産量が一番多い郡山製造所をまず改善のスタートとして決め今現在は横展開を図っております今期では生産部門の原価低減目標を当初設定していた3%から4.4%とかなり効果は出てきていると考えております。 昨年6月には郡山製造所に自動搬送を導入しまた難しいと言われていた夜勤作業にも自動化ロボットを導入できましたのでこれが今年度以降加速度的に進めばまだまだ改善の余地は大きいというふうに考えております。また環境のことを考えて熊本製造所の夜勤等をリニューアルします11月にリニューアルし本格稼働しております。 その他各工場のレイアウト変更などでまだまだ改善をしていきたいというのがこのページでございます。2つ目はここに書かれています次世代自動車への対応各です。こちらの中では次世代自動車として二次電池モーターコアマグネットなどのマーケットがございますがこれが日本の車の分野でも もさらに拡大してくれば、当社としては伸びしろが大きいものになってくるであろうということで、今現在格闘中です。はい続きまして、次世代自動車の対応製品の中でも欠かせないのがモーターコアです。モーターコアの金型専用として、フジロイド V48 という在種が電磁鋼板の抜き型においては、 非常に要望が要望というか採用率が高くなってまいりまして今伸びしろがかなり上がってきて来年以降期待ででできるののはないいいかというのが現在でございま,すまたこれ,これからいろいろなところに挑戦していかなければいけないというところでは新製品開発や新,新技術開発としてこうした 分野医療科学ですとか環境エネルギー超性能レンズ高積層造形 3D ソフトですねそうしたものを手掛けております。これにつきましては、えっとえー、なかなか世の中に出るまで公表しにくいこともございますので、えー、少しお話しできるところについて次のところでお話を差し上げたいと思います。 はいこれがそれですねまずは、えー、ガラスレンズ用金型の新材種でございますフジロイ TR-05、TR-30 TR です近年自動車ドローン監視システムなどの自動化機器の実用化に伴い赤外線透過レンズなど高性能レンズの需要が高まっています高性能レンズ用のガラスは一般のガラスより熱で膨張するため従来の金型材料では プレス成形すする際に割れやいいなどの課題がございましたこの私どもの開発した材種はガラスと同じぐらいに膨張しプレス成形時に割れを抑制することで大きく膨張するガラスレンズの安定的な量産を可能にしたことが高く評価されています。ガラスレンズのほかに、えーパえー、医療分野向けガラス精密加工製品への応用として ガラスモールド工法によるマイクロルールルールチップ金型に TR30 が使用されています。これはえっと来年度1億円以上の売り上げが期待できるのではないかというふうに、えー、考えております。続きまして、超、え、硬、ー、合金というのはレアメタルですので、レアレアメタルを何とか少なくできないかという課題とお客様が超硬 超高合金というのは非常に重い扱いづらいものだというお客様からの要望がございましてその2つを、えー、解決でき,できないかといって、えー、作ったのがサステロイ、えー、ST60 でございますこれにつきましては、えー、と話題がちょっと先行したところもございますけれども、えーえー、っとお客様から、えー、いろんな引き合いをいただきまして。 今、えー、実験というか試作品をお届けしておりまして、えー、お客様の評価を頂い,いているところですがなかなかあの当初の当社が、えー、と描いていたような、えー、と数字、えー、とお客様の方での、えー、摩耗性とかが出,出,出ておりませんので、えー、今それの新しい、えー ラインナップを増やそうというところでお客様と一緒になってまた取り組んでいるところでございます。続きまして 3D 造形です。まあこれにつきましては当社の調光材料をえっと新しい 3D のやり方で作れないかということでそれなりにえっと形にはなってきますだな,なってきております。これをあの製造ラインに通すことによってえせあの加工方法を 加工時間の短縮ですとか,か、えー、と複雑なものを、えー、一気にやってしまうといった形の、えー、ところが期待できますがなかなかどうして消、えー、結条件ですとか、えー、積層条件といったところで、えー、の苦難してるところで、えー、なかなか市場投入ままで、えー、行き切れておりません。続きまして、えー、4つ目の重点施策の海外事業の展開です。 これはここのえっと表絵に書いてあります通り2023年の7月1日付で海外事業本部に組織改変し機動的な施策実施体制を構築しました今までは営業本部の中にございましたのでなかなか機動的に海外だけで動くといった意思が早く決まらないというようなところもございましたけれども そうした課題を克服するために新しい組織を体制を作りましてこうした海外子会社と日本からの直接輸出の両輪で売り上げ拡大を図っていきたいということで現在売り上げ比率は20%ですけれども 20%30%40%、まあ、ちょっと40%言い過ぎですかもしれませんけれども海外についてはまだまだ伸びしろがあるというふうに考えております。 続きまして当社グループが継続的に実施している ESG 活動の概要について以下のとおりにご説明いたします。環境活動につきましては昨年の5月にサスティナビリティ基本方針を開示いたしまして8月にはサスティナビリティ委員会を設置いたしました若干遅く遅いような感じがしますけれどもこれから一つずつ えー、ESG への取り組みもしっかりとした足取りを取っていきたいということを考えております、えー、先ほどの説明しましたレアメタルの使用量を9割削減したサステロイ ST-60 の改札などもこうした発想から出てきているところもございますフジロイタイランドによる、えー、緑,化緑化活動などの取り組みを実施したっていうのがここの写真の中に出ている、えー、ものです 続きましてその次はですね、こここれも同じようにと ESG の取り組みとしてこうした取り組みをしたということが載っております。当社グループは事業を通じて広く社会に貢献し、幸せな人を育てるという企業理念に基づきまして、環境負荷軽減や地域との共生共生など。 持続可能な社会の実現に向けた企業統治や諸活動を行っております、えー、続きまして当社は成長戦略として中期経営計画の重点施策の推進と経営基盤の強化を両輪として企業価値向上に取り組んでいくことで ROE の持続的向上と現在一番弱っております PBR の改善を目指しております。 株主還元配当につきましてですけれども当社はまあ安定配当の継続を重要な経営課題の一つとして考えておりまして利益の状況将来の事業展開財政状態及び経営成績を緩和して配当成功50%をめどに還元することを今のところ基本方針としております。2024年年月期の年間配当金は22円を予想しております。 昨、まあ、期は、えっと、32円と、えー、高くなっておりますが固定資産の売却に伴う特別利益を計上し大幅な増益となったために増配しております。今期は例年並みとなる、えー、予定ではございますが、えー、配当の還元含めまして今後の課題かというふうに思っております。えー、これ 最後になりますが当社の IR サイトを紹介いたします。当社サイト内投資家情報のページでは業績や説明会資料開示資料などを掲載しておりますので是非ご覧いただければよろしいかと思います。以上で発表を終わらせていいたただきまますありがとうございました 春田様、ありがとうございました。この後、春田様と大川さんとの対談。そして、Q、Q&A のお時間となります。ええー、春田社長、あの講演ありがとうございました。はい。どうもあり,う、えー、ありがとうございます。で、ここからはですね。あの、まあ、見てらっしゃる方と、あと事前にいただいた、あの、はい、質問を含めて。まあ、Q、キュということで、ちょっとお話いろいろと。あはい。えお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。はい、というふうに思っております。お手柔らかで、いやと思ってません。<laughs> まあ、でも。一 <laughs> 一般的なその視点からすると、御社のビジネスってやっぱり難しいところあるじゃないですか、はい、まあそういった工具であったりとか、はい、そういったところっていうのは、やっぱりその御社としてもあの投資家にまあ理解していただきたいところではあるんですよね、おそらくビジネス内容としては。はい、で、実際に具体的にあ御社がやられている中で、やっぱりその質問が多かったのが、あのまあ中国関連のところなんですよね。最近そそれこそあの中国って あのまあ景気後退であったりとかまあいろんな問題があの出てきてると思うんですけども恩社の中でそのまああのタングステンとかそのコバルトといったその希少性の高いまあレ,アレアメタルと言われるようなその材料を使ってらっしゃってまあ中国がおそらくその主要な産出国の一つであるということだと思うんですけどもそこって調達リスクとかってあったりするんでしょうかっていう質問がありましてですね、はい。 それはあのよく聞かれる質問でもございますけれどもなないいいとは言切れです、はいうん、ただし、えー、っと我が社は、えー、っといろんなことを考えまして調達中国それと国内と欧米という4つのカテゴリーから、はい、4つか2つ3つですね、うん、から調達しておりまして基本は日本のメーカー様は中国以外のところから、はい、あのし タングステンを仕入れててると伺っております。うん、で、えっと、あとアメリカの方からアメリカというか欧米ですね、うん、からもともと輸入もしてますので、うんえー、それほどあの調達リスクに、えー、と問題があるかというとそこまであのリスクとは考えてないで、うん、きちっとヘッジしてるつもりでございます。 なるほど、はいまあその調達については多分あのいろいろなヘッジをされていたりとか、はい、あと先ほどなんかその製品の説明の中でもそのレアメタルの割合を下げたりとか、はい、まあいろいろなその取り組みをされているとは思うんですけども中国の,その経済的な例えばその失速であったりとか回復できないような状況って今続いてるじゃないですか、はい、そういった面でのリスクっていうのは例えばその御社の製品の,あのまあ 受けてといいうか買,い買い手として中国っていうのは結構重要な存在だったりもするんですかね。はい、そうじゃあそこの中国経済がこのままなかなか何ていうんですかね回復しないとなってくるとそちらのリスクとしてはですね、えっと、私がどうも先ほども申し上げました通おり東岸、うん、ンンに3月に解消して見てきました実際に私。うん、あの上海には20、まあ、約20年ぶりだったんですけれども。はい その当時と今と比べると自動車の数も大きくあの増えてますし、うんえー、しかも新しい電気自動車が、うん、私の感覚でいくと電気自動車が半分、うん、で普通の自動車、まあ、ガソリン車が半分といったぐらいに、うん、どんどん電気自動車が増えていっていってそこにはまだまだ増えていくマーケットがあるんだなと。うん、確かにう、えっと、うで日本の,あのそういう経済 的な話を教えていただくコンサル派の方から伺ったところによりますと、うん、日本は日本の企業は優勝劣敗が決まっていて、うん、もう強気に出てくると出ているところともう撤退しなきゃいけないところと、うん、半々になっているとは聞きましたけれども<ー>私どものこうした素材とかの供給という意味では、えー、と車の自動車の車載用のレンズですとか、うん、そうしたと,、えー、と監視用のカメラですとか ままだまだ広がっていくしかも中国のメーカーが欧米日本比べても一番強いとも思われてますのでそうしたところではまだまだマーケットはあるなということで、うん、私どもが狙っているマーケットについてはまだ、えー、やる余地は十分あると、うん、で私どもの名前は全く売れてないということで <laughs> 知名度を上げて。 えー、行くことによって、えー、認知度を増やして買、うんえー、っていただくというところはまだまだ、えー、チャンスはあるんじゃないかなと思ってリスクよりもチャンスを取りたいというふうに思いまあ 気持ちよく帰なるほど、はい、まあ逆に言うとその現在ってあの特に中国景気ってあの過去まあ10年20年で見た時に最悪期だと思うんですよね。はい、それでいたとしても、まあ、そ,のそういったまだまだ開拓余地があるっていう状況であれば、まあ、これ以上中国景気が悪化しないんであればリスクよりもその先に得られるリターンの方が大きいよねっていう判断でやってらっしゃると。 そうなるとおそらくあれですよねあの今後、っていうか今年の11月にアメリカの大統領選でトランプ大統領が <laughs> 再選したらあの、まあ、中国にとっては最大,大のリスクじゃないですかそうです、ね、おそらくまた大もめして大変なことになるの摩擦かけてまくって大変なことになると思うんですけども、まあ、現状はでも一応その最悪期にある中でもやっぱりポテンシャルはあるということで、まあ、そこのリスクもそんなに考えなくても大丈夫だという状況なんですよね。と思っております。うん なので、まあ、現状、さっき先ほどおっしゃられたその海外売上高比率っていうのが大体まあ20%ぐらいだという中で中国の拡大も含めて今後も伸ばしていくという,、はい、と,いうところですかね、はい、分かりました特にですね、はい、あの私どもまだ日系企業さん中心で売上拡大、海外しておりまして欧米の各社さんとかローカルといったところは。うん これからまだまだ伸びしろがあって、うんえー、手を出しておきませんので、はい、そうしたところにはかなり期待しているというか、うん、これから覚悟していかなきゃいけないなと思ってはおりますけれども <laughs>、はい、そうした意味では半分以上マーケットが残っているというのが私の感覚です、うんうん、それこそあれですよね EV 化の普及によって、まあ、その販売というそのもの自体がいろいろな裾野として広がったわけですよね。はいはい やっぱり e v って大きいですか、その事業のその流れの変化としては。大きいと思います。うん、はい。これからはじゃあ、その者もそこの部分を、あの最大限伸ばしていく。っていう,う、ね、戦略があると、はい。日本車が e v の世界で勝っていた。だけもう伸びしろ莫大で。<laughs> うそうですよね。<laughs> <laughs> 中国車に。あの。タイにも昨年行ったんですけれども、はい、タイムやはり同じように。うん えと中国車が増えててまして、ね、私が20年前行った時は、うん、日本車が増え始めた時代で、はいはい、10年ぐらい前は日本車が一番シェアトップで、うん、日本の車がたくさん走ってるなっていう感じがしましたけれども、うん、昨年2年ぐらい行ってきましたけれども 2>,、うん、2年2回ぐらい。その間に大きい自動車、うん、中国の車がだいぶ増えてまして。うん、だからそういうい意味でははタイは E.V. の方に舵をと取り始めていますので、うん、そうした、ま、中国以外のマーケットでえっ、ー、と増えてきてるところも感じてるので、そういった感触になってるんだと思いますけれども。そうですか。はい、えー。中国車って増えてるんですね今ね。増えてると思いますけどね。やっぱりあれですかね、価格,価格競争力があるんですかね。ありますね。日本車に比べると。はい、なるほど。 じゃあまあ、でも世界的には EV の普及というのがあって、まあ、欧米含めてですけどもまだまだこれからまあ成長していくじゃないですか、はい、その中にやっぱり御社の,その,まああの技術というか、はい、そういったものを活用する場合っていうのは、まあ、新規でもまだあるということですもんね、はい、特にその先進国を含めて、はい、じゃあそこは本当にビジネスマーケットとしてはまあ無限大だという感じですその中で特になんですけど私ちょっと個人的なまあ見解もあるんですけどもあのインドの,その自動車部品の,そのメーカーの受注が増えているという、はい。 話だと思うんですけどもやっぱりインドの経済成長って肌で感じますかねその業績的にも業績的に肌で感じるほど感じてはいないですけど地道に増えていますね一時期あの経済悪くなった時は、うん、パタッと止まりましたけれども、うん、それから少しずつ少しずつ、うんまあ、爆発的に増えてるわけではないですけれども、うん、ここもだから次狙っていきたい市場の一つだなと。 いうふうに考えていいいますすそそれこそ日本車のメーカーカさんも多でインド、まあ、いろいろなんかそのインド自体にあの製造業を誘致している割にはなんか停電が多くてなんか全然稼働できないとか、はい、そんな <laughs> ような話いろ,いろいろ聞くんですけどただ何にしてもそういったインフラさえ解消されれば、ね、人口もすごいところだし、ねまあ、人口は多いですからねただなんか地域によっていろいろ制度が違うとかですね。うん そうしたものがあって、うん、あの私ども日本で行ってどこに行ってもどんな同じ売り方すれば、うん、あの大丈夫だろうみたいなところが法,規制法律の話っていうのはちょっと難しいところがあるのかなって、うん、以前進出始めた頃にちょっと感じてたんで、はい、その辺がどういうふうに今後変わっていくかっていうのも、うん、あのインドのマーケットを大きくしていく。うん 鍵になるんじゃないかなと思いますけど。まあ確かにリスクだけがすごい大きなイメージがあってですね。はい、まあ本当にあれですもんね。あの州に寄ったりとかなんか全然違うんですよね。確か、はい、だからなかなかその進出するのは難しいっていうのはよく聞くんですけど。うんうん、まあそのあたりもじゃあもうその経験からいろいろ学ばれて今後は乗り越えていくと。はい、と思ってます。<笑><笑>で他にはですね。まあでもやっぱりその海外展開の話が多いんですけども。 あとあの質問というかです、ね、そのお話を聞いていて一つ思ったことがあったんですけども、はい、やっぱりその御社ってその付加価値の高い完成品のシェアというのが強いと、まあ、高いということが他社に対しての強みなんじゃないかなと思うんですけども、はい、やっぱりそこに御社が特化できていて他社ができないというところは、はい、やっぱりその技術力の差とかやっぱりそういったあの、まあ、明確な要因があるんですかね。そうだと思っております我が社の方は えっと、焼結でいくとですねどちらかというと小さいものより大きいものっていうのが難しくて、うん、なかなかでききれないとこ、まあ設備の,あの大きさにもよるんですけれども、うん、やはり大きいものを採用させていただけてますので、うんえー、そうした大きいものを作って加工していくというようなところについては非常にあの、まあ、一律の長があるとしか言えないですけれどもそうしたところで特徴はあるんじゃないかなと。 なるほど、はい、じゃあ本当に一朝一夕になんかこれから頑張りますって言って参入できるほど甘いもんじゃなくてに特にそうですね粉末焼きにつきましては、うん、その焼結とかっていう技術はかなりあのノウハウが隠れていて、うん、えそこに追いつくにはかなり難しいとも言われてますし、うん、大物のプレスをやるあプレス条件ですが技能作業者の 技能ですね、うん、そうしたところはかなり難しいじゃないかなっていうことを感じ、うん、まあ実際にそういったことを技術移動しようとお客様と話をしたことがあるんですけど、うん、なかなかうまくい,いかなくてですね、うんうん、りうちに一強いものががああるなとと感じたことがあります、うんうん、じゃあそれはもう間違いなく御社の優位性ですかね、はい、えね、ー、なるほどこれはまあ強みっていうところでねいくつかいただいてた、ね、質問ではありましたね。 やっぱりその、まあ、あの社長もおっしゃられてましたけどあとは PBR の話です、ねはい、えー、これはもう今いろんなところの会社さんがなんかあの、まあ、苦しんでいたりとか、まあ、どうしていいんだか分からないとかいろいろな話を私も伺うことがあるんですけども、まあ、PBR が一番言われておりまして、まあ、今後ね PBR を上げていく施策について教えてくださいという質問もあるんですけど、まあ、おそらくその株主還元とは含めてということだと思うんですが、はい、そのあたりはいかがでしょうか。もうう株主還元含めて,っていうことといこ えとま,だまだまだ株価というよりも私どもの会社は、うんえっと、知られてない会社っていうところが大きくてですね、はいえー、こうしたあの IR の勉強会とかを開いていただきますと、はい、我,我が社を知っていてたという人と我が社を知ってなかったという人が七、えー、対三7対3から6対4ぐらいでし知らない人の方が多いんですね。 他社さんはまあ知ってるところが7から6で知らないところが3から4っていう感じなので、うん、まず認知度を上げていただかな,かないと、うん、まず土俵に上がらないなと、うん、土俵に上がっていただければ私どもの業績とか安定性とか成長性っていうのは、うん、それなりに信じていただけるんじゃないかなというふうに思ってますし、うん、ニッチトップでやってきてますので、うんえー、なかなか参入余地も少ないではないかなという意味では。 え競争力もまだまだ十分あると思ってますので、うん、そうしたところを、えー、こうした IR を通じて、えー、皆さんについ、えー、知っていただくこと、うん、地道な活動もやっていかなきゃいけないなというふうに考えてます、うんまあ、でも実際そうですよね今の、まあ、お話を伺った感じですと事業の,その成長余地とか裾そのポテンシャルは大きいですと。はい でしかも参入障壁が高いのであの競合がいたとしても自分たちの技術に優位性がありますと、はい、でさらに言えばあの配当成功だって50%ですよね、はい、あの積極的な還元をやってますと、はい、なんで変われないのかって言ったらそこはもう知名度だと、はい、そういうことになってくるんですよね、はい、そこさえあればもう変われる要素しかないぞと、はいうん、いうことですもんね、はい、業績も安定的ですもんねこれからその、ね、収益の幅も新しいところに求めていって拡大していきたいと思ってますので。うんうん 今が買い時い <laughs> <laughs> そんなこと言っていけないかもしれません、ね、<laughs> なるほど、はい、まあでもねそこに業績が伴っていればあの基本的にはね、はい、本当に買ってくださいっていう感じですもんねはいわかりましたあとはですねあの質問リアルタイムの方で来ておりますのがカメラレンズ等の金型は1回のみの売り切りなんですか、はい、それともある程度消耗して継続的に需要が生じるものなんでしょうかっていう、まあ、製品のに関しての質問ですかねあはい あこれはあの金型ですので消耗すればまた新しい金型を用意しないとできませんし、うん、えっと今は車にもいろんなレンズがの搭載されて、はいえー、自動運運転転だだとととかか安全どどんんん増えていくと思うんですね、うん、そうしたあのカメラの搭載数が増えていけばいくほどカメラ使われるカメラも1台乗っかっていくものがあって、うん、でその金型が、えー、押されてまた、えー、消耗したら繰り返し えっと買っていただかないと作れないということで、うん、それはもう本当リピート性が高いですし、うん、えっとそうした意味ではどんどん自動車が電動化していくことっていうのは、うん、我が社にとっては非常にあの頼もしい需要増というふうに考えています。うんうん ものともの持ちとしてはもちろんそれはすごく長いんだけども、まあ、ある程度消耗していくと、ね。はい、なので、まあ、それによる買い替え需要というのは基本的には継続的に発生はしていると、はい、いうことなんですね。なるほど。なでちなみになんですけど、まあ、そういったその御社の新製品であったり、まあ、新しいサービスの開発っていうのは、まあ、日々あの行われていると思うんですけども、はい、結構あれですか研究開発費って投じられたりしてますか研究開発費はまあごく一般的な ぐらいぐらいしかしかてないですけれども、うん、ま新しい技術というか、はい、新しいそういった EV とか出てきた時に、はい、まあそれに対応していくとかまあお客様のニーズに合わせて材料ですとか、えー、表面解質みたいなコーティングですとか、うん、あとは加工技術に対しても、まあ、いろんな加工設備が増えてきたら、えー、弊社の中でもそれを採用できないかという意味では、うん、そうした設備の投入というのはあの 研究の中で、えー、常日頃やってる、まあ、それほど大きくはないですけれども、うん、ずっとやり続けてきてきいます実際問題そういったまああの新しいものが出てくるじゃないですか、はい、EV だったりとかであの質問の中にあるんですけどもそのエンジン車に比べて新しいその技術とかを搭載している EV 車の方が、はい、1>, まあ1台あたりの売上高とかその利益率考えるとやっぱりよくなっていくものなんですかねそういう新しいものが出てくると。それはももう当然新しいものを デザインが変更すると、うん、金型自体が変わってきますんで世の中のデザインが新しくふいろいろ増えていくことっていうのは、うん、我が社にとっては非常に嬉しいことだと、うん、だから製品が多様化したりですね、うん、いろんな、えー、ものが出てくることは、うんえー、この業界にとってはすごくいいことだというふうに考えてますけど。 あとはですね、あのーまあ、昨今非常に話題になっていて、まあ、いろんな会社の社長さんもいつも、ね、あの気にされていることではあるんですけれどもやっぱりこのベースアップですねこれがどうなっていくのかというところはそのインフレの、ね、状況も含めてなんですけれども今後、まあ、別に今ではなくてですね今後どういったその、まあ、その社,員社員への還元みたいなところっていうのは考えていらっししゃるでしょうか、はい、もう当然それなしには人材確保できないですしうん、うん、実はあの非常に。 えと残念というかですねびっくりしてしまってるのは、はい、我が社は先ほど熊本に製造所を作りましたとたくさん増や人,人数も増やしていかなきゃいけないというところに、うんえー、ある半導体の大手会社とかが非常なあの初任給というのを出してですね <laughs>、はい、もう驚愕してですねちょっとビビっておりますけれどもそういうことを考えたら、うん、もう。 あのそういったところによって必要な人材が、えーえー、取れなくなるというのは問題ですし、うんえー、我が社みたいな下で支えて工業製品を支えていくところがなくなったらそれこそ工業自体がなくなってしまうので、うんまあ、そうした社会的意義も含めて、うんえっと、そうしたことについては考えて、うんえー、できれば、えーいた,だけまあ、たくさんお渡しできる分はお渡ししていきたいというのが。うんうんうん 今、の心境ででございますすそうですよね、はい、今本当に人材不足がもう、はだはしいですもんね、はいえー、じゃあ、そのあたりも今後は力を入れてくる可能性が高いと、はいえー、まだまだ本当に質問たくさんあるんですが、ちょっとあのお時間の方が今、ぴったりということですので、原、はいはい、田所長、本日は貴重なお話、ありがとうございました。